オルイ。別名溶岩カモメ、エクアドルコ有種。サンタクルス島、イサベラ島、サンチャゴ島、ヘノベサ島、マルチェナ島、セーモア島に生息し、サンクリストバル島など島々の湾や砂浜で見られる。全長53センチメートル。翼海長130センチメートル。全身が、肺褐色やアンハイ色の羽毛で覆われる。頭部は、黒褐色。 お葉の色彩は淡灰色で、中央葉の色彩は灰色。目の上下に白い三日月状の斑紋が入る。くちばしの色彩は黒く、先端が赤い。足の色は褐色や紫色。幼鳥は全身が褐色の羽毛で覆われる。族内では、笑いかもめに最も近煙と考えられている。砂浜や岩礁海岸に生息する。植生は動物食で。 魚類、甲殻類、小型爬虫類、鳥類の卵などを食べる。カリフォルニアアシカの食べ残しや、出産時に出る胎盤バンも食べる。また他の鳥類が捕らえた獲物も奪う。海岸を低空飛翔しながら、獲物を探し、海辺や岩場で採食を行う。繁殖期になるとバンで縄張りを形成する。映像中は警戒心が強く、約1キロメートル以内に侵入すると、 巣から離れる。他個体の巣とは 3km 以上離れた場所にある、砂浜や岩場に巣を作り、周年繁殖し1回に2個の卵を産む。放卵期間は約33日、約60日で羽毛が生え揃い、ヒナは孵化してから約9週間で巣立つ。漁港にも生息し、漁港や民家などで残飯を漁ることもある。生息数は、 安定していると考えられている。ガラパゴス諸島は大部分が国立公園に指定されているが、ガラパゴス諸島の人口や旅行者の増加による繁殖地への侵入、人為的に移入された動物による捕食、エルニーニョなどによる生息数の減少が懸念されている。ありがとうございます。